社屋1階の AIG スタジオ建設中の新社屋手前、アンテナタワーが屋上に見える7階建てビルが2008年11月3日まで本社のあった電気ビル別館。奥は九州電力本店株式会社 FM 福岡は福岡県を放送対象地域として超短波放送を行っている特定地上機関放送事業者である。愛称は FM 福岡。 通常表記は FM 福岡。コールサインはジョズ f m JFN 系列教区。現在のキャッチフレーズは聞けば出会える。FM 福岡。1970年に全国4番目に開局した FM 放送局で、1981年に発足した全国 FM 放送協議会発足時からの加盟局である。また、九州。 山口の JFN 系列8局で構成する FMQ リーグの中心局でもある。ラジオカービベットを所有する。2008年4月からウェブサイトの URI とメールアドレスから CO を取った。開局以来ヒット主である九州電力の本店に連なり、後の大株主 RKB 毎日放送もラジオ、九州時代に入居していた電気ビル別館のテナントとなっていたが、 電気ビル一体の再開発計画が持ち上がったこともあり、旧西日本総合銀行時代からの唯一の取引銀行である西日本シティ銀行と社屋となる渡辺通り南ビルを共同建設。2008年11月4日、まずう治む営業部門が17日に放送部門が移転した。この場所は電気ビル時代も向かいであった福岡放送新社屋に近い。 FM 福岡45周年企画タイムテーブルより、なお JR 博多シティスタジオが使用不可の場合は本社6階 A スタジオからの放送になる。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展。 1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日から2009年3月31日所在地表記で太字となっている箇所は放送開始終了時の曲名告知で読み上げられる箇所。なお、県外の受信可能エリアは以下の通り。FM 福岡では番組放送中、または CM 中や 時報前に以下のコールが入るジングルが挿入されている。2005年で開局35周年を迎えた際には、ソバイル ?FM 福岡というコールの入るジングルでは、そのコールが入る前に3 5スアニバーサリーというコールが入っていた。ちなみに、そのジングルは生放送の自社制作ワイド番組で CM の合間に挿入されていたが、ブーンアップ福岡などは、 番組開始時にショートバージョンのジングルが挿入されていた。また、2014年以降は、タッチ、FM 福岡のようなその時点における、キャッチコピーのジングルが頻繁に挿入されている。JFN の番組の一部では、JFN 共通ジングルが使われる。フレーズは、You are listening to your favorite, FM 福岡となっている。オープニングは、月曜5時前より、 エドバルド、グリーグ作曲、ペールギュートと第一組曲作品46の第1曲、朝に乗せて、皆様おはようございます。お聞きの放送は、ジョズ FM、FM 福岡です。と告げられ、それから、各送信局、中継局の周波数、出力、電波等の存在する市や町と山の名前を読み上げた、あと、今日も、FM 福岡の放送を、 お楽しみくださいとアナウンスされる。クロージングは月曜0時の時報後映画ハリケーンの劇中曲マナクーラの月に乗せてお聴きの放送はジョズ FM、FM 福岡です。今日も FM 福岡の放送をお聴きいただきありがとうございました。と告げられ、それからオープニングと同じく各送信曲、中継局の周波数、出力、 電波塔の存在する市や町と山の名前を読み上げた。あと、皆様、日の本、戸締まりをお確かめの上、お休みくださいとアナウンスされる。両者のアナウンスは2018年9月24日まで、小浜もとこが担当していたが、10月1日の中川市発足に伴い愛知のぞみにより、録音し直され、同日0時のクロージングから放送された。以上のこともあり。 他の在福 FM 局に比べ、オープニングクロージングに長い時間を要する。なお、FM 福岡ではこのオープニングの朝の挨拶、クロージングをお休みの挨拶としており、かつてはタイムテーブルにも掲載されていたが、現在はオープニングのミラジコの番組表に掲載されており、前者は月曜4時57分5時、後者は日曜24時24時3分が、 放送枠となっている。JFN 系列ではあるが、民放 FM 最先発4局の一つであり、自社制作能力ももともと高いため、キー局である東京 FM 制作の人気番組でさえも一部番組を除いてほとんど放送しないほど、昼夜問わずほとんどの番組を自社制作で編成している。自社制作番組に対する人気はかなり高く、 福岡県内での聴取率は常にトップを維持し続けている。そのため、生ワイド番組の改編等が特に少ない。また、ラジオショッピングも自社制作で放送されている。自社制作番組の中には、FMQ リーグ加盟局へネットされる番組も多い。JFN 系列で唯一5時台、6時台の朝ワイド番組をネットしたことがないつぼねでもある。 2007年10月1日より当局と同様の番組編成で放送してきた FM 大阪の複数の自社制作番組が終了し、一旦は当局が JFN 系列の地方局で最も自社制作番組の多い FM ラジオ局となったが、新社屋建設以後自社制作番組は若干減少傾向にあり、ラジアンリミテッド会や チャゲの音道など JFNC 制作番組のネットをわずかながらも行う一方、シニア隊を中心に FM アルバムコレクション、FM 名曲コレクション及び FM ミュージックセレクション、FM セレクションと、早朝隊を中心に平日放送のワイド番組の中からコーナー、楽曲を再編集して放送する番組での穴埋めが行われ、ローカル編成を維持している。 2013年4月の改編では、長らく続いた6時台の生放送が終了したり、朝から夕方までの自社アイド番組のすべてが枠変動などの、デコ入れされたりするなど十数年ぶりに大幅な改編となった。2019年10月の改編は小幅であったが、2020年4月には22年ぶりに、平日昼アイドが改編された。また、 同年10月には7年半ぶりに平日早朝の生ワイド番組が復活した。ファックスによるリクエストを全国のラジオ局で最初に取り入れた放送局でもある。ニュースは FM 福岡トゥデイズレポート、天気予報はウェザーレポート、交通情報はトランフィックレポートとそれぞれ称している。基本的にニュース、天気は各番組の DJ が伝える。 2009年9月まではニュースはアナウンサーが読んでいた。ただ、現在も自社スタジオ以外での公開生放送の場合は番組の DJ ではなく本社に待機しているアナウンサーがニュースを担当する。交通情報は日本道路交通情報センターから伝えられる。土日用の交通情報はハイウェイインフォメーションとなり、平日のトラフィックレポートとは BGM が異なるほか合わせて 天気予報も放送されている。トゥデイズレポートは2009年10月までは全て自社、制作であったが、翌11月から土、日の大部分で JFN ニュースをネットをしている。自社制作のラジオドラマを多数放送しており、また多数の賞を受賞するなど、質の高い番組を提供している。このシリーズは1アーティスト縛り、1アルバム縛りを25分、ないしは55分放送する。 なお、dj 進行の番組は、上記参照。このほか、レギュラー番組の編成が変わって、空き時間ができた時や、ラジ、ゴン、ブッチ感が、休止となり、より抜きが放送できない時の代替で、以下のショートプログラムと合わせて放送される。これらのフィラー番組の原版は2009年4月に、開始した、金子里市藩による、大人の名盤コレクションで、当時は、 月度の27時以降や日曜早朝などに放送された。10月からは FM アルバムコレクションに開催された。2010年4月に山田久志のラジアンリミテッド会が始まったことで平日深夜の放送時間が拡大した。2011年4月からは派生版の FM ミュージックセレクションやブッチが担当する、ブッチミュージックセレクション DJ エイジが担当する。 エイジミュージックセレクションが始まった。2017年5月、FM アルバムコレクションは FM 名曲コレクションに、FM ミュージックセレクションは FM セレクションに開大している。いずれも5分間。FM 福岡のヘビーローテーションソングや曲主催のイベントを紹介する。JFN の A ライン番組及び、JFN38 曲フルネットの番組は除く。その他その他など。 ありがとうございます。